願いします。今朝の羽生選手です。松葉杖をついて姿を現しました。もうそれはもうしょうがないかなという気持ちでいっぱいでした。まあ何もできない状態だったので、悔しい思いはすごくあります。今月9日の公式練習、羽生選手が今シーズンからフリーのプログラムに取り入れている最高難度の4回転ジャンプルッツを飛んだ時でした。この転倒で右足首を痛めました。